本日のお題はこちら。ゆっくりしていってね。さて、今回は前回に引き続きマスコミ問題なので私が扱っていくぜ。前回は日本ファクトチェックセンターを中心に扱ったけど、それは枝葉で今回が本題なのよね。そうだぜ。前回も説明したが、日本ファクトチェックセンターはあくまで氷山の一角でしかなくて、この件って調べれば調べるほど色々出てくるからな。その言い方だと、既存マスコミ由来の、ネットのファクトチェックをする組織、が他にもあるってこと？そういうことだぜ。しかも全部根っこで繋がっているというな。そんなわけでそろそろ本編へ行くぜ。乱立状態ってどういうこと？そんなにいっぱいあるの？厳密にはあと二つなんだが、まあ見てもらった方が早いぜ。まずはこちら。ファクトチェック、イニシアティブって組織が2017年に立ち上がっていて、これはその組織の理事長挨拶なんだが、設立動機として、インターネットの普及による、ニュース、情報環境の大きな変化、があり、日本におけるファクトチェックの推進が重要だ、ということで、誤報、虚報の拡散防止、ジャーナリズムの信頼性向上、言論の自由の基盤強化、を、事実確認、よりも、真偽検証、を優先して行うとして立ち上げられたとしているぜ。で、この組織自体はファクトチェックを行わず、あくまでどのような形でファクトチェックを行うかというガイドラインを各メディアに提供し、このガイドラインを活用し各メディアが独自にファクトチェックを行うとしているぜ。これ、要するにネットの名前は出ているけどネット限定ではないのでは？建前上はな。でも理事長挨拶で、新聞、テレビなどのマスメディアは正確性を重視し、校閲というセクションで、事実かどうかを確認する作業をしてきました、ということが書かれている上に、ファクトチェック、イニシアティブの理事、漢字のメンツを見ると、理事長は毎日新聞出身、理事8人のうち5人は元テレビや新聞関係者なんだぜ。残りも調べてみると、何かしらの形で既存のテレビや新聞に関わってきた人物っぽいしな。ちなみに、古田大輔氏は前回紹介した日本ファクトチェックセンターの編集長だぜ。これ、ただの身内組織では？で、ファクトチェック、イニシアティブの定めたガイドラインに基づいてファクトチェックをしているメディア、メディアパートナー、は次の通りだぜ。朝日、毎日、沖縄タイムスや琉球新報などが既存マスコミとしてガイドラインに沿ったファクトチェックを行っていて、ここには名前がないが読売も理事がいたりするので何らかの形で関わっているな。で、既存のテレビや新聞は、自社でファクトチェックができている、という前提で放置して、ネットのファクトチェック、だけをやっていると。厳密には、数は少ないが既存メディアに対してもやってはいるぜ。まあそれは後で紹介するとして、次はこれ。記事は、インターネット上で発信する情報の信頼性を担保するためのガイドラインを制定する業界団体、として、2018年6月に、インターネットメディア協会、を発足するという内容だぜ。で、人事を見ると、日本ファクトチェックセンターで運営委員をやっている毎日新聞の小川はじめ氏と、同編集長の古田大輔氏が発起人となっているぜ。ちょっと待って。これって要するに、ネットのファクトチェック判定のガイドライン作成と、ネット記事の信頼性担保のガイドラインに、既存メディア関係者が深く関わっていて、しかもテレビや新聞はファクトチェックできているという理由で放置状態ってこと？これ、実質的な既存メディアによるネットの検閲組織では？日本ファクトチェックセンターと、ファクトチェック、イニシアティブのガイドラインに沿ったメディアがネットのファクトチェックを直接行い、インターネットメディア協会がネットメディアに記事作成の指導を行うという仕組みだぜ。これって、2000年代にネット初のテレビ、新聞の炎上騒動が多数あり、既存メディアの信頼低下につながり、そこにネットメディアが深く関わっていたから、ネットメディアを都度既存メディアが監視できる仕組みを作ったというだけにしか見えないんだぜ。なるほど。でな、さっき一応既存マスコミのファクトチェックも行っていると言ったが、実際にファクトチェック、イニシアティブのガイドラインに沿った判定を行っている毎日新聞の事例を見ると、例えば次のようなものがあるんだぜ。
見てのように、富士の解説委員が、日本学術会議会員 OB は日本学士院会員になり、死ぬまで250万円の年金をもらえる。そういうルールになっている、と番組中で発言したが、それは誤りであるとするファクトチェックを行っているな。他のファクトチェックは？ほぼツイッターや政治家の発言のファクトチェックで、中にはファクトチェック自体にファクトチェックが必要そうな怪しい記事もいくつかあるぜ。というか同時期、一連の韓国への輸出管理強化の件で、毎日自体が、徴用工問題への報復の輸出規制、とかデマ報道を流していたことは放置だぜ。でな、これは以前から指摘しているが、基本的に既存メディアは同僚への批判をしないんだが、それには例外となる法則があって、政治的なバックグラウンド的に業界が触れやすい事例、業界の利害に深く関わらない事例、最終的な責任を個人や外部に持っていける事例に関しては、ファクトチェック云々言われ出す前から問題としてニュースにしていたんだぜ。学術会議の事例は、政治的なバックグラウンド的に業界が触れやすい事例に該当しそうね。そう考えると、一連の韓国に対する輸出管理強化での各社によるデマの事例や、東京新聞や TBS による処理水デマに一切触れない理由も見えてくるだろ？あとはマスコミ業界ってファクトチェックの判断をイデオロギーでやっている場合が多いから、そもそもそれが事実かどうかなんてどうでもいいのでは？というのが感想だぜ。ああ、要するに、フェイクニュースを問題視しているのであれば、本来扱うべき内容を扱わないのは、判断基準にイデオロギーが挟まっているからってわけね。そうだぜ。だから彼らの記事はたびたび事実と異なる内容になるわけだが、ちょうどいいので日本ファクトチェックセンター編集長が過去に寄稿した記事のファクトチェックをしてみるぜ。日本ファクトチェックセンター編集長が、韓国のソウル大学が中心となって設立したファクトチェックセンターのセンター長にインタビューしている記事なんだが、インタビューで、進歩的なメディアと保守的なメディアが協力するようなことは韓国では過去20年なかった。事実に基づいて議論をする、という点で一致した、と、設立にはメディアの垣根を越えた協力があったとしているぜ。そして、日本で言えば、東京大のファクトチェックプロジェクトに朝日、読売、毎日、産経やテレビ局、ネットメディアが集い、そこにヤフーが数億円単位で支援しているようなもの、であり、日本のファクトチェックは韓国より立ち遅れているとしているぜ。これ、確かに日本のメディアによるファクトチェックはまるで機能していないけど、じゃあ韓国の実態をこの記事は正確に表しているかといえばそうではなくて、都合の悪い部分を完全に無視しているわね。このあたりは霊夢に説明してもらった方がいいな。まず、韓国のメディアは支持する政党や政治志向がはっきりしていて、特に朝鮮日報とハンヨレ新聞は、自陣営のことを棚に上げて相手のニュースを捏造呼ばわりするのが日常で、話が合うのは日本との歴史問題くらいなのよ。だから根本的に協力なんて無理だし、実際この記事の投稿されたムン政権時代の2020年の時点で、共に民主党寄りのメディアであるハンヨレ新聞、ニュースダハ、メディアオヌル、KBS、MBC などの記者が集まって、政府傘下の視聴者メディア財団の委託を受けた、ファクトチェックネット、という組織を立ち上げているわ。ああ、光の速さで分裂したわけか。しかも今年に入って、ユン政権がこの組織の予算を大幅カットしたら、話し合いもなしに勝手に解散してしまったわ。なんというか、すごく韓国らしい顛末ではあるが、日本ファクトチェックセンターの編集長の評価とは実態に大きな隔たりがあるよな。ついでに、ムン政権が、徴用工問題の報復の輸出規制、というフェイクニュースを流して始まったノージャパン運動のファクトチェックは一切していないし、少し前に中国人が日本の寿司屋でネタに空間占領計を当てて検査ごっこをしていた件のファクトチェックはしているが、東京五輪で韓国代表団が同様のことをやった件のファクトチェックはしていないぜ。要するに、ここも日本ファクトチェックセンターや日本の既存メディアと同様に、イデオロギーでファクトチェック対象を選別しているわけね。いつも通り韓国の実態なんて何の興味もない人物が、日本はこんなに立ち遅れているんだ、とやるために、実情を無視してよく調べもせずに韓国を高く評価したってことだな。あと余談になるが、日本ファクトチェックセンターに関係した事例として、ここの編集長が絶賛した韓国ソウル大のファクトチェックセンターは、2021年に、
福島汚染水は危険、日本政府の主張は間違い、というファクトチェックをしているぜ。というか、一連の既存メディアによるネットのファクトチェックって、本当の動機が判明しているの？そうだぜ。次に、日本ファクトチェックセンターの編集長が、2017年に池上彰氏へのインタビューを行った記事を見てくれ。記事では、ネットのフェイクニュースのせいでテレビや新聞の信頼度が低下しているとしていて、今の10、20代はそもそも新聞を読まず、ネットのニュースしか読んでいない。ネットを見れば、新聞は嘘をついている、とか、マスゴミ、だとか書かれており、実態を知らないまま不信感を持つ、とか書いているぜ。他にも、ネットには新聞やテレビで報じられていないことが出る。大新聞やテレビ局が報じない真実、という、昔の週刊誌のような見出しで、ネットにしか出ていない。本当はこうだったんだ。新聞やテレビは隠している、という誤解が広がり、ネットの方が信頼できると感じる人が増える、と書かれていて、要するにネットで無分別に既存マスコミの信用を下げるフェイクニュースが垂れ流されていることが、既存メディアの信用低下につながっているとしているぜ。ああ、それでネットメディアのいくつかがデマ報道を行っていた事例を大義名分に、既存メディアの信頼を損なわせるネットを自分たちがファクトチェックするのだ、ということになったわけね。この記事が重要なのは、この対談の論調が日本ファクトチェックセンターやファクトチェック、イニシアティブ、インターネットメディア協会の基本方針である。既存のテレビや新聞はファクトチェックができており自浄作用が働いている、という認識と合致している上に、この3機関すべてに関わっている人物がこのインタビューを行っているということそのものだぜ。なるほどね。今回の件でわかるのは、日本のメディアは、フェイクニュース、そのものを問題視しているわけではないってことだぜ。そうね。要するにネット発でテレビや新聞の報じたデマの批判を受け、炎上したような事例から、ネット上の情報をコントロールしたいってだけなのよね。そうだぜ。これな、さっきのインターネットメディア協会みたいに、ネットメディアでデマ報道が行われたことを口実に、ファクトチェックの仕組みのできているテレビや新聞がネットメディアを指導する、という形で既存メディアがネットに介入できる形を作ったってだけなんだぜ。実際には、福島原発処理水問題の件での東京新聞や TBS のサンデーモーニングの事例みたいに、既存メディアでもデマ報道が行われているのに、それは放置状態なのにね。あとな、余談になるが日本ファクトチェックセンター編集長は TBS のサンデーモーニングにたびたび出演しているぜ。でもあの番組が報じた処理水デマはノータッチなんだぜ。そんなわけで今回の本編はここで終わるぜ。ご視聴ありがとうございました。お疲れ。ところで、今回はお尻に定評のある生き物について手短に紹介します。いきなりなんだ？しかもなぜ尻？それがこちら、オーストラリア在住のウォンバットさんです。この生き物って、確か以前変な生き物動画でちょっと紹介していたけど、なんか生物傾向で光るのよね。そうそう。で、この生き物って、地中に穴を掘ってそこを巣穴にして生活しているのだけど、天敵に襲われると巣穴に逃げ込んで、お尻で、栓、をするんですよ。それだと尻から食われないか？それがウォンバットさん、お尻の皮が異様に厚くて、叩くと、コンコン、って音がするほどで、そこいらの生き物の爪や牙では太刀打ちできないくらい硬いんですよ。あと、糞が四角なことでも有名です。それはなんで？ウォンバットさんは縄張りを持つ生き物なのだけど、縄張りを主張する方法が糞の匂いらしく、転がっていきにくいように四角なんじゃないかと言われているね。ああ、両方とも尻に関係するから尻に定評のある生き物ってことか。なるほど。そんなわけで今回はここで終わるぜ。また来週。